2022年7月の26日になりました。朝3時33分です。ちょっとね薄く切りかかってますけども、本日小麦の刈り取り神店集団の2日目の朝となりますが、役員の出勤前にですねメイクインに追肥をしたいと思います。本当はもうちょっとだけ早くやりたかったんですけど、雨前にねやっておきたいとこだったんですけど、あんまりね雨が多く降っちゃうと流亡しちゃうんで、でもって硝酸石灰、いわゆる硝酸カルシウム硝カルというものでございます。まあ、今回メイクインに単当たり20キロあげたいと思います。パックで2本分です。3時半になるんですけど暗いですよね、もうね。はい、硝酸カルシウムお高い肥料ですけれども、まあ、やらないってことにならないんで、これをあげたいと思います。ビコンに入れます。はい、パックから肥料を出します。はい、ざっくりと切りましょう。はい、ざー、高い高い高級肥料を散布します。今いくらか調べてないんですけど、もう予約してたんで。はい、ということです。はい、これが硝カルです。特性としてはね、畑に落ちたらパーッと溶けちゃうんですよね。非常に溶ける効きの良い肥料でございます。これがメイクインです。朝露で濡れちゃってるからこれに乗っかったらピャーッと溶けちゃうと思うんですけど、ちょっと焼けちゃうかもしれないですけど、時間がありませんのでこの上から散布したいと思います。はい、散布をする前に速度は何歩だったか、ちょっとだいたい9キロで走るんですね。メモリ38、9キロで走りたいと思います。結構霧が濃いですね。窓がすぐ濡れちゃいます。はい、ピーテを入れてと、はい、畝に入ります。はい、それでは散布したいと思います。ピーテを入れてシャッターを開けます。追肥してます。硝カルを巻いてます。だんだん明るくなってきました。ということで追肥も終わりました。本当はね葉っぱの立ってる夜中とかにやるといいんですけど、これこうやってね乗っかっちゃうんですね、肥料がね。こういう部分はね焼ける可能性があるんですけど、もう仕方ないですよね。忙しいんで、昨日も小麦の役員終わって帰ったらもう10時近くなっちゃったんで、ということで昨日の暑さでこれ芋をちょっと追肥やる前から参っちゃってる感じがあるね。暑さに弱いんですよ。小麦にはいいんですけど芋にはあまり急激な暑さはよろしくないということでございますが、まあ乗っかってるのもあれば下にちゃんと落ちてるのもあるんでね、なんとか効いてほしいです。この畑だけはねちょっとやりたかったですね。大豆跡なんで、大豆跡用に肥料は作ってもらってるんですけど、やっぱり肥料が最後まで持たないんで、ということでとりあえず追肥はありました。引き続き小麦刈りです。ということで追肥も終わって、機械も洗って、そして神聖小麦集団の事務所に、やってきました。7時集合なので5分前です。オペレーターの皆さんも集まってきました。本日もオペレーター皆さんがまずは検査からね行くということで、よろしくお願いします。こうなったら陽性だからね。今んとこ神店では誰一人出ておりません。まずは検査から入ります。集団長のお仕事は検査の結果の判定ですが、おー、拓也君も野村君も陰性です。おめでとうございます。これねオレンジ色のやつが2本あると抗体があるってことで、青いやつあるし、これが1本だと陰性さ。はい、おめでとうございました。陰性です。どうも、頑張って買ってください。あ、吉田さん、どうもどうも、お疲れ様でございます。よろしくお願いします。まずは検査からよろしくお願いします。出たら保健所行ってください。で、あの1週間から10日間隔離してください。喉奥の方まで下の上に置いて、で、ある程度これ出して、で、そこから下の方に唾液溜まってくるんで、そうなったらその下の方に入れて唾液しっかり染み込ませて2分。すごい健太君の説明が分かりやすい。石川君よろしくお願いします。石川君出ないでね。まず吉沢さんのは、はい、陰性です。和樹君の検査です。あーしで喉の奥に入れて2分間。さてさて、和樹はどうだ。これはね日本出たらダメなんですけど、今んところ出てないね。大丈夫だ。あと広政君が合格なら全員合格です。もう少ししたら反応出ると思います。神聖のオペレーター最後の検査、あー出た出た、1本出ました。陰性、あれ聞いてないわ。陰性です。OK です。はい、よろしくお願いします。いかったいかった。はい、無事に全員検査合格です。完備性 OK でした。皆さん頑張って買ってください。はい、オペレーター皆さんが、あれウサギ漁、ウサギ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 漁、ウサギ
なんでウサギいるの。あ、ウサギだらけだぞ。コンバインよりもウサギが珍しい。あ、いなくなった。はい、オペレーターさん一生懸命買ってくれてます。はい、もう1万円の畑終わります。何時？はい、10時になります。2台セットで、はい、オペレーターさん買っております。トラックさんも来ました。はい、身を分けます。新婚さんの和樹くんがこれから身を分けます。はい、新婚さんいらっしゃい。一旦このね、もう和樹くん、オペレーターだって5年目ですか。はい、もう慣れたものでございます。広政くんも安心して見てられますね。はい、ということです。美味しそうな小麦が大量にコンバインから出てきております。はい、大量です。豊作だったらいいですねという感じでございます。おいしょ、ちょっと、はい、今日の晩ご飯は目室プラニングさんです。美味しそうです。いただきます。はい、お孫ちゃん、お孫ちゃん、あ、ヤマト、ヤマト、怖い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 、ヤマト、ヤマト、ヤマト、危ない危ない。はい、お孫ちゃん、お外ですよ。おじじはこれからね、小麦の事務所行きます。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ヤマトいるよ、ヤマト、あれあれあれ。はい、お願いします。眩しいか。エクションってくるよ、エクションと。はい、お家入ろう。ヤマト、ふてくされてるよ俺。ヤマト、ふてくされてるわ。